前はバカなのか。いきなり辛辣なお言葉。とはいえ、自分でもそんな風に思います。バカになったぐらいオナニーしてますもんね。なぜ一人でもだえているのか理解ができん。思い人とまぐわいたいと思うのは普通ではないか。最初は行為の最中に犬になったら大変だからという心配がありましたから。約定を結んだ。理由もなしに早くするような人間のような真似はせん。わかっています。あくまで一番最初の理由です。今は最初に釘を刺してしまったせいか、なんとなくお互いその話題を避けている気がして。あなたはどう思いますか？何かアドバイスなど。人間のことなど知るか。そんなくだらぬ悩みに興味もないわ。バッサリですね。だが気になることは、お前がそこまで思い悩んでおるのに相手の男が答える気配はない。そんな男が相手でも気持ちは変わらぬものか。裏切られたとは考えないものなのか。それはまあ、向こうから誘ってくれればとか、もうちょっと強引と言いますか、野性的でも私はなんて思いはしません。でもそれが裏切りとは思いません。どちらかというと欲張り、もしくは自分勝手ではないかと。なぜそんな風に思える？自分が向けた思いの分、その全てが返ってこなければ恋人でないとは思いません。どれだけ相思相愛でも、思いに応えてくれないことだってやっぱりあると思います。私だって正臣さんの思いの全てに応えられているとは思いませんしね。それでもいいのか？そればっかりはどうしようもないじゃないですか。恋をするから見返りを求めてしまうのであって、見返りを求めて恋をするのは順番が逆です。それの何が違う？同じではないか。順番が違えばいろいろと違うものですよ。それに私に答えようと努力してくれていることは伝わります。そんな努力をしてくれるからこそ、時には自分の想像を超えるものが返ってくることもあります。そんな時にこそ胸がキュンってするんですよ。やはりお前の言うことはよくわからん。